寒い中おようこそのお込み様でありがたく御礼申し上げますどうぞしばらくの間でございますんで、まあ、お付き合いのほどお願っておこうというようなわけですが、えー、我々この商売柄と申しますかいろんな方とお会いするわけでございます十人によれば際と色と申しますが、まあ、うまいことは言ったもんで、ね、中でこの大変に欲の張った方なんていうのがおりましてね、えー、これは似ておりますがケチとは違うんだそうでございます。 ケチな方ってうのはこの持っているのをまあ出すのが嫌だという。これがまあケチでございまして。で欲の張った方というのは持っておりましてもそれ以上に欲しい。ねはたから見ているとあんだけ持ってんだからもういいだろう。なんてなこと思うんですが。あとにかくそれ以上に欲しいという。それこそ日本中の金をかき集めなきゃ気が済まないなんて方はもういくらもいるようでございます。しかしこのどちらにいたしましても。 あんまり欲をかきすぎるってえと、まあいいことってのはないようでございますが。百両欲しい。また始まりやがって。寝たともや寝言だよ。それも決まって金勘定だ。静かにしねえか。二百両欲しい。 静かにしろ、五十両でもいい。おい、寝言で返事をしてやがる。え <laughs> あきれけえて、こうとも言えねえや、まったく。うん、おい、ばあさんなんだよ、表は締まりをしたかいああ、そうか、そうか、あ,あ、こういうな、雪の降る寒い晩は、え早いとこ寝ちまうにかんいうん。こんなしんとした晩に二階でもって、百両の二百両。 まぬけな物取りが金勘定と間違えて減ってきたらえれいこったよ。早、う、い、ん、とこ寝ちまおう。これここを開けろ。おいばあさん言わねえこっちゃねやろうとうとう呼び込みやがったよ。まあ、うん、呼び込むに事変いて何も物取りを呼び込むことはねえ。まあまあ騒ぎなさんなよ。ん 俺がンベに断っちまうからへえ恐れ入りましてございますへえ、何か丘と違いではございませんでしょうかな、はあ、手前どもはご覧の通り見る影もない船宿と政でございますええ、今2階で百両の二百両のと申しておりますのはあら寝言でございますええ、この先に参りますとまだいくらでも物持ちがございますんでへへへどうぞそちらへ教えていただくように何をたわけたことを申しておる。 ここを開けろでございますが後で金を出せとおっしゃいましてもそれは無駄なことでございますんで何を申しておる早く開けんかちょっとお待ちをお願いします主も君が悪うございますから土間へおりまして戸の破れからこう覗いてみると若い娘を連れたお侍が立っておりますんだあこれは 失礼をいたしました。どうも。野郎が二階で寝言を申しますもんですから、どうぞお入りになってくださいまし。許せよ。雪は法然の貢ぎとは申すものの、火曜多分に降られては困る。えさようでございます。ええ。雪も少しならば誠にきれいでございますが、どっさり降られますとどうも、後片付けに何時をいたしますんでな。ええ。 あ、お嬢さんそこでは濡れますんでどうぞ中へお入りになってくださいましおいばあさんあの手あぶりになどっさり火を入れて持ってきな」。主が世事を言いながら侍の様子を伺ってみると年の頃が三十八でございましょうか色の浅黒い目のギョロリといたしました小鼻の開いたワニ口でございます額のところにこのメンズレというタコができておりましてどう見ても。 一癖ありそうな面構え。着ている着物も柔らかものではございますが、もう襟垢がべっとりついておりまして、黒羽舞台の白紋付きといえば誠に体裁がよろしゅうございますが、もう字が赤くなっておりまして、紋もこの薄汚れている。何のことはない。赤羽舞台の黒紋付きという。これに貨幣寺平の膝のわからなくなりました袴をつけますと、槍塚ハゲ剤の大将をお年差しにいたしまして、 素足に小曲げたといいうなりでございます一方娘さんの方はと申しますと年の頃が十八句でございましょうか色が抜けるように白い鼻筋がすっと通りました目元の涼しいまにご器量文金の高曲げにおこそずきんというものをかぶりまして友禅模様の着物に小文ちりめんの羽織というだいぶ様子合が違っておりますんでさあさあ どうぞお手あぶりをお使いになってくださいまし、うん、実は今日実が妹を,を連れて浅草に芝居見物に参ったところかような大雪とあいなったかごとなると二丁とあいなって誠に面倒でいかんすまんが深川まで屋根船を一層仕立ててもらいたいがどうじゃさようでございますかこらどうもお気の毒様でございますえ いえ、何しろ船頭が皆出払っておりますんでなええええ、確かに船はあるんでございますが肝心の小木手はございませんかような晩はどちら様もまあ籠よりは船というような塩梅でございますんでなそれは困ったなどこか深へ問い合わせるというわけには参らんのか 先ほど申しました通りでございますんで、ええかような晩はどちらへ参りましても、これは同じことでございますんでな。百両方針また始まりやえ、っおいばあさん、野郎う,うるせえから起こしちまいな。俺、今二階でとやこを申しておるのはあれは船頭ではないのか お耳にまままりしして、どうも申し訳ございません、ね、ええー、確かにあれは船頭ではございますがあればかりは差し上げるわけにはまいりません。ええお聞きのとおりまあ寝言にまで金が欲しいというごく欲の張ったものでございますえまあ、お馴染み様ならばともかく初めてのお客様で何かこの粗相があるといけませんのでなあればかりは差し上げるわけにはまいりません。 欲の張ったものであればそのようにして使わせばよろしいのであるから。ま、あ一応は聞いてみてくれぬか。さようでございますかでございます。ええそれでは少々お待ちを願いまして。おい熊谷熊谷えええ,えうんうん、お,お、寒い。 あ冗談じゃねえなまったくようやくあったまってトロトロっとしてきたと思やす,すぐくまくまっておくじゃん,んなんですね親方あのな今お客様がおいでになってな深川まで屋根船を慕ってもらいてえとこうしちゃってんだがおめえすまねえがこれからな深川まで仕事に行ってくれねえかえ 深川ですって,って冗談じゃねえぜおい、えー、こんな雪の降るなさなか深川組んだるまで船こいで行かなくちゃならねえなんて冗談じゃねえやんとに逆、えー、手でも出なかったらまあ目も当たらねうん、えー。こういう時には仮病にかけろな <laughs> あのね親方せっかくでござんすがね 白幕から催してやがったんだが、戦況起こって腰がめるめるいってんだ。ああ。これじゃ仕事に出てもとても役に立ちませんから、申し訳ありませんが、お断り申しとくんないな。そうか。そはしょうがねえな。ああ、わかったよ。今お聞きの通りでございます。野郎少々、加減が悪いと恨をしております。いや、波の番ではない。 かような大雪の番であるから、骨折り逆手は十分に使わすがどうじゃ。えっちょっと待っておい。今骨折り逆手は十分に使わすと昔よかったな。使わされてみる程度な。いかねえの持っていねえやから。ちょっと聞いてみよう。あの、親方親方あ,あ なんだ先導がいねえんだろういねえから困っているんだよ。あのねえ。ちょいと無理すりゃ言っていからねえことはねえんでざね。おお、そうか。じゃあ、おめえ、行ってくれるか。えー、行ってもよごなんですけどね。<laughs> うん。あの,の、うーんでございますからね。なんだえー、ですから、その <laughs>、 魚心あれば水心。<laughs> 読みと歌ってやつでね。<laughs> 阿弥陀も金で叱る世の中でバカ野郎。お客様聞いていなさらえ波の番ではないかような大雪の番であるから、骨折り逆手は十分に使わすとそうおっしゃってるよ。え骨折り逆手は十分にくるって。ありがて。じゃあ行くよってんでひどいやつがあるもんこれからすぐ支度をいたしますと、はしご団を蹴たって降りてまいりまして。 親方お供いたしましょう加減が悪いのに気の毒であるなええー、といたしましてもうね先期の薬は逆手が何よりでバカ野郎こういうことを言うやつでございますどうぞ、まあ、お聞きなさいませんように <laughs> なかなか面白いやつだなよしそれでは先導なるべく早間にな承知をいたしました これから貸し屋降りてまいりましてそこはもう技が慣れておりますからすぐに支度は出来上がります。えそれではご案内いたしましょう。えおやお嬢さんポックルでござんすかこれはいけねえや。うん、あのね、すい,いませんけど足の後ろに回ってくんないな。えで、足の方に手をかけていただきましてね、え上から押さえますがね、あの、お聞きなさっちゃいけませんよ。ええ。 色は黒いったってね、こいつはもう芯から黒いんですから。ええ、触ったって染まるようなことはござんせんで。ええ、じゃあ上から押さえます。ええ、じゃあ出ますよ。よろしいですか。ええ、さあおお、サ <laughs> ええ、こんちはどちらにお出かけで。ええ、浅草。芝居現物だもんですか。そうっすか。ええ、いい子身分だね。 何にもなさらねえと見えてま柔らかい手をしていなさら何、うん、だかいい匂いがプーンとしてきやった <laughs> たまらねえやこらこれクマ失礼なことおいでないよなおかみさん怒っちゃいけねえやこの群れは先導の役束だい、ねええー、おっとっとこっから先はね愛は上手に変わらすんで ええー、大丈夫ですよ。決して手を離しませんよへへ。それじゃあ参りますよ。ええー。大丈夫、大丈夫。ええ。三橋は死なったって決して折れるようなことはありませんから。ええ、大丈夫です決して手を離しませんよ。ええー。もう雷が鳴ったって話、ね、うんだ。すっぽえる立場悪いんですからね。えへへそれじゃあね、早いとこ乗っちゃっておくんないええ。おっとっとあの、気をつけておくんないよ。ええ。屋根に乗るのはなかなか難しいんですから。ええ。中の芸者は屋根に乗る稽古をするぐらいなもん、ね ええー、頭の方からいきますとね大事なものを皮に落としてポキンとやっちまいますからえー、あのねちょいとお前挟んでいただいてえー、そうそうそうえー、で、屋根の内側こう押さえて頂い,いてねえー、で矢立ての筆じゃねえがケツの方からす、ね、っとねあーっとっとうん、うめえうめえうーなかなかうめえやなあそれだったら明日から中で芸者に出られますぜ、えー、おかみさんこれじゃどうにもしょうがねえやな。えー けたらやじに内緒でねこんなことやるてんだい、ええ、熱いのを日本ばかしつけといておくんないよあいよわかったよこれから船頭が身の傘に支度をいたしますって竿を一本ぐーっと張ります時に船江戸のお上が身を花に手をかけましてご機嫌によろしゅうとやりますやつはまあ何の他足にもなりませんがまことに愛嬌のありますもん、ね、これから船が ゆらゆらと山野堀から大川へとかかってまいりましたが雪はますますの大雪でございますまるで綿をちぎってはぶつけるというような勢いでうーさいあえれふになっちゃったねおいおおさむこさむときやがったね山から小僧が鳴いてくるってう、えー、ーさいあーしかしなええー こんな雪の降るさなか深川組んだりまで船をこいでいかなくちゃならねえた。ええ、どういう味の因果だろうね。まあもっともな、ええ、船をこぐやつがいるから乗るやつがいる乗るやつがいるからこぐやつがいるんだいああどこまで行っても果てしがつかねえや本当にな箱根山籠に乗る人担ぐ人。 そのまたわらじを作る人ってな。そのまたわらじをしろって歩く人がいるんだから。ええ。上を見ても下を見てもきりがねえあんたに。ああ、さい。ああ。旦那、えらいふりになってまいりやしたぜ。お<う>さようか。ち収まらない畜生。おお、さようかだって、ね。 あいあいさようでござる。あちらでもご用とおっしゃる。ええ。へっ。ガマの油売りみたいなつらしやがってよ。<laughs> 旦那、あのね、提灯が暗くなりましたら、原稿でもってケツの方をちょいと殴ってみておくんないな。ええ。そうしますとえ、芯が落ちて明るくなりますんで。ええ、どういたしまして。こんなことまで逆手のうちに減ってんだろらな。 出出すすなら、いいいとこ出すがいいじゃねえ、ええ、さっきは骨折り逆手は十分に使わすと抜かしが使わすならこの後りで使わさなきゃ使わすところがなくなっちまうよ本当に。向こうについてやれ先導ご苦労であったってんで百も出されたへん目も当たらんねえやまったく出 <laughs> ねえの顔、お出ねえとなるとああ本当に戦機が起こってくるよ えー、気のせいか腰がメルメにっやったわおーっとっお嬢さんはくたびらたとめいてあんかに寄っかかって寝ちめやはってそれをやろう穴の開くほど覗いき込んでさっき身が妹だってのがしがってよな、うん 妹だったらガキの自分からあくびをした面もべそをかいた面も見飽きてそうなもんじゃねえかそれをああやってしげしげとのぞき込んでるところを見るとこいつ危ねえぞおらえなんだい出すもんさえ出しゃこっちは見ざる言わざる聞かざるねえ。どんな猿にでもなってやるんだいそれを出すもんも出さねえで妙な真似しておろい 船しっくるりします本当に。船は汚れないっしょ詐欺を枯らすと言うたが無理かってなばやいにゃ亭主も兄と言うて <laughs> 何言っても感じねえなこれ。こうなったら船いたぶって、ね、え女を起こしちまうじゃねえか女が起きりゃ、ね、ええ逆手の相談も始めるだろうねあなた 船頭にお逆手はおやり遊ばしたのまだやらないよ。それじゃ早くおやり遊ばせな。そうか。じゃあこのぐらいでどうだ。それじゃ少ないからもっとおやり遊ばせって言うかどうか分からねえからな。とにかく船へたぶって女を起こさなきゃ仕事にならねえ。えそれまだ起きねえかまさか死んじまったわけじゃ。あるめ、これ 先頭だいぶ船が入れるようであるなええ、揺れますよ、ええ。出るもんが出ねえと、手芸このぐらい揺れることになってんだ。えん、え、なら船を一回り回しましょうか。これこれ。その方もくたびれたであろう。こちらへ参って一服いたせ。ええ。さようでごすか。あこれはどうもありがとうございます。ええ。 んええだおありがとうございなんじゃえ,ええその方もくたびれたであろうからあとで一杯やれってんのええお逆手をくださるそうではないその方もくたびれたであろうから一服いたせタバコを飲めと申したのじゃ。 煙草でございますかあっしゃてっきりお酒手を下さるのかと思ったんだがさねその方タバコは飲まんのかうーん、飲まねえことはねうんお酒タバコでござんしたらねもうケツメドからヤニオ出るほど飲みはさね手洗じゃあ,あんまりやったことありませんねうんその方だいぶ欲が張っているものためもる欲が張ってることについちゃうね 人にを取ったことありませんやえ船、え、頭の熊蔵というよりはね欲の熊蔵といった方がこの辺りじゃ通りがいいぐらいだもんその欲の張ったところを見込んで貴様に相談が金儲けだ半口乗れ金儲けありがとうございますええ、もう金儲けでしたらね半口どころじゃねえ丸口乗ろうじゃありませんえ何、え、です 思い出ろ。うん、どういでもでますわね。ま、ええ、あいあさびああ、なんつ、あそこへ寝ておるな。最前見が妹と,と申したが偽りじゃん。そうですね。どうもお顔形が違っておられますんでね。ええ、それじゃあの、お楽しみで。最前見が花カードを通りしおり。 この大雪のために尺で悩まされている様子。親切ごかしに解放してやろうと懐を探ってみると、かれこれ七八十両、百両足らずの金を所持いたしておる。だんだん騙した訳を聞いてみると、店の若い者と不意いたずらをいたしいかさんはそやつがいとまとあいなったらしい。キャつその後をしとうて家出をなしたものと見える。 親不義いたずらをする不幸者その場で切ってばらして金を巻き上げようとは思うたがあいにく行き来の提灯が妨げと相なり思うように仕事ができよってその色男のいるところを存じておるとキャッツをたばかりこの船まで連れて参ったあの女を暮す殺せば大層な金になる貴様も手伝え ちょっと待っておくのよ。ちょ、ちょ、ちょ、冗談言っちゃうのよいや。それはしゃねえ、金が欲しいったってね。そんな、人おろししてまで金が欲しいって、だ,だ、だ、そんなんじゃねえんだよえ。ただ、あの、めちゃくちゃに金が欲しいだけなの。うん、しからば、その方、嫌と思うんすか <laughs> 勘弁しておくねえな。はい、人おろしの手伝だけは勘弁しておくんない。嫌とあらばいたか方がない。武士が大丈明かしたからには、郊外をされては露見の恐れだ。 貴様から切って捨てるによってそこへ直りちょちょちょ,ちょっと待ってくれないなじゃあ何すかあの手伝ったら金くれるけど手伝わなかったら足切るとこうしちゃうんですかじゃあちょっと待ってくれないどっちが得だか今考えますからじゃああのもし今くったら足に行ていくらくださるって <laughs> ガタガタ震えながら値を決める謎はなかなか。 関心なだ。さよう、周備よく参れば、骨より逆手療養を兼ねて、二両も使わす。二両りゃんこただりゃんか<だ>お、おい。冗談じゃねえぞ、おい。え言うことは大玉だが、することはしみったれってのは、お前残ったね、まったく。おい、ガタガタ震えてると思ったら、それはとんだり犬チゲだぞ。え こっちはただ細かに体を動かしてるだけなんだよ、とに。マグマがするてとてめえ、船しっくり返しまうぞ、これ。船を返されて止まるか。拙者、水蓮の覚えがない。何よ、この野郎。今、泳げねえと抜かしやがったな。へへ、おかじゃおめえの方が強いかもしれねえけどもな、こっちはもう川の中に入れりうなんだ。えかっぱの親類が三十ピックル酔ってんだ。マグマがするてとてめえ、川の中にしっくり返しまぞ、これ。 からばその方、二両では不足と思うんすか当たり前じゃねえか、ええ、これが山分けとか渋ろ食ってんならこっちだって危ねえ橋を渡るらしょ、ね、えそんなはしたがねでもってこっちの首が飛ぶような危ねえまねはごめんこぶるらしょ分かったしからば五十両あれば二十五両百両あれば五十両使わすがどうじゃじゃあ山分けでございますかそれ嘘じゃねえんでしょうね 武士に二言はない <laughs> 武士に二言はねぐらい当てんならね話はねえがいってどこでやろうてん、うん、幸いとこの船冗談いっちゃけねえよ船に乗りをつれた時にはねこっちは明日から商売ができませんからねええ、じゃこうなさいまし、ええ、この先にね長澤子さんすんで、ええ、今塩が敷いておりますんでねそこは出ておりますからそこでばっさり切っておしまいなさい、ええ、ええ、死骸はね塩が流してくれますから、ええ、足がつかなくてそれが一番よろしいござんすそうかよし そこへすぐにやれへいこれからやっこさんもうよくと怖いのと両用でございます。せっせと中津へ船をこい寄せてまいります。一方侍のうはと申しますと、袴の猛立ちを高んだかんに取りまして、刀の目くぎの裏表を示しますと、もう身をしばない仁王立ちに立っております。そのうちに真っ黒な中へ中津が白くぼんやりと浮かんでまいりましたんで、先う、中津は見えてまいったぞ。旦那。 そこへ立っていられるとどうも火事が取りにくるとしゃーねーえん、え、だ女は足が引っ張られますから旦那は先に上がっちゃっておくんないよしパーンと侍が飛び移るはずみでもって船が三尺ばかりスーッと離れました。途端に船頭がグーッと一本竿を張ると三軒ばかり離れるもう一本張りますと船が川中へ出てまいりました途端に元来た方へ火事を取り直しますと「やろ」「うめえかに飛び移れがった やーいバカほれその方船をどこへやるどこへやろうが大きなお世話だえ俺の船を俺がやるんだいてめえの殺傷を受けるかい んーそれはけしからん何をぬかしやんけしからんだってやんだええしがカレーかトンガラシが甘いかそんなことしとるかいええ今おめえ泳げねえとぬかしやがったなそこは潮が満ちてくるてえとなくなっちまうぞなあそうなりゃおめえの名前聞かなかったけども明日の朝には間違いなく土左もんと名前がかわるんだい。サムレ侍転じてもれとならざまみあれ三品なんてんでさんざんあっこをついて これから真鍋の貸しへ船をつけましてお嬢さんから話を聞いてみると本町辺りのこれこれというすぐにそこへ連れてまいりますともううちの方では一人娘がいなくなったってんでてんやわんやの騒ぎでございますそこへお嬢さんを連れてまいりましたからもう双子屋の喜びようは一方ではございませんで、ね、も。<laughs> ありがとうございますあなた様のおかげで娘の危ういところが助かりましてございます本当にありがとうございまして ええー、いいんだいえどうぞおあげになったくんないな。ねえいや別にねあっしはお嬢さんのためにやったわけじゃねえんだよてめえのためにやったんですからえあんな野郎の言うことを聞いたってね蝶には口の差がねえ野郎だってんでばっさり切られちまうのがオチなんですからえもう自分のためにやったんですからどうぞおあげになってとんでもないことでございます。あなた様のような義凶な方がいればこそ娘の危ういところが助かったんでございますから本当にありがとうございました。なそうか。 本来ならばここで一杯召し上がっていただきたいところなんでございますが何しろこの騒ぎでございますんで落ち着いて召し上がっていただくわけにはまいりません。また明日お礼に改めて伺いますがこれはほんのお逆手代わりでございます。えどううぞおめになってくださいましえおーそうすか。うん、ねえへっ別にっしゃねえ こんなもんが欲しくってやったわけじゃねえんだよ。え,えどうぞあの、収めていただいてとんでもないことでございます。これは本のお逆手代わり、娘が助かりました、見栄えご祝儀でございますんで、どうぞ収めよ。ああ、そう。みい,いね。ご祝儀。うん。じゃあまあ ありがたくいただきますけどね <laughs>、えー。だけどね、明日改めてお礼なんて、ああ、それをしといた方がいいや。みんな親方がみんな懐に入れちまうんですから、えー、物が無駄になっていけません。えー、あ、それをしといた方がいい。あのね、番頭さんもどうぞ止めちゃったくんないいなんてひどいやつがあるもん、ね。見ている前でビリビリ破いて、中を覗いてみると、百両の金が入っておりましたんで、ありがて百両 静かにしろ